どうぞご質問あれば、はい、じゃあいいですか。フランス店のお肉からです。浜田さんの発言を受けて、まあ、自分の著書の宣伝ですが、本当に野党ではダメなのかという本の中で、9月28日発売、浜田先生もお出になってますが、秋書房からで、1週間くらい前に電子版もリリースします。そこで藤田文武先生がまさにお出になってて、片山先生とベーシックインカムの主張が違ってて、藤田先生は8万円給付で、生活保護については住宅扶助は残して、それで医療扶助無料については全国民が、まあ、医療費低くなるように、それで生活扶助の8万円の部分をベーシックインカムに追加変えようという、それで本も昨日入稿して、あとは印刷待つだけなんで、ちょっと片山先生と藤田さん の見解が違うなという気がいたしました。ということで、まあ、立花さんのコメント、他にメディアがいないんでスクープになるんで大変嬉しいですけど、じゃあ菅さんのことを、ね、何から聞きましょうかね。まあ、今各党は野党共産もが C さん13時半だから今始まったところで、福島みずほさん、玉木さん、枝野さん、小池晃さんがとりあえず、まあ、コメントを出してます。それで14時から小池百合子さんということですね。まあ、じゃあ立花さんに、小池さん14時から、まあ、30分後ですがどう発言すると思います。絶妙のタイミングですよね。まあ、小池さんが何かをするとなれば、そういう定例会じゃなくて、もうちょっと別途組むと思うので、今日、まあ、発言というか、おそらくコミッター、この菅総理が辞めることについては、多分控えると思いますね、今日の段階では。あ、多分それは当たるでしょうね。ただ、小池さんが総裁選に出る可能性は十分あると思います。これはもう皆さんが驚くでしょう。いわゆる小池百合子自民党総裁選出馬っていうのは十分にあると思います。これは驚くことかもしれませんけど、全然できることですので、小池さんが総裁選で勝てば、すぐに首班指名はされないんですけど、まあ、国会議員じゃないので、ただ衆議院選挙に勝ってしまえばいいわけなので、十分小池百合子さんが自民党総裁選に出るっていうのはウルトラシーというか、僕はもうずっとこれ言ってた、 YouTube で予言してるので、ね、まあ、っていうのは、まあ、そこの根拠っていうのは、まあ、小池百合子総裁選、自民党総裁選出馬かとか出馬かもとか出馬えっていうタイトルが全然おかしくなくて、もともと自民党の人で、石破さんにしても二階さんにしても、一回自民党、野田聖子さんにしても自民党出てる人なので、自民党っていうのはそういう出戻りに対しても全く嫌悪感もないというか、絶対ダメよみたいなところではないっていうことで、もう小池百合子さんが総裁選に出てくれるんだったら、まあ、ほとんどその当落線上にいる人たち、まあ、現職じゃなくて新たに自民党の、まあ、新人として立候補しようとする比例の単独の人とかね、もうみんな万歳ですよ、だってめちゃくちゃ勝つから、もう新しい小池百合子は自民党の総裁に就任しましたが、当然衆議院選挙で勝たなければ、総理大臣就任できません。皆さん、日本初の女性総理大臣のために、実現のためにぜひ自民党に投票してくださいみたいな感じだったら、もううわーってなるのはもう目に見えてるので、まあ、おそらく今小池さんに対してもそういう話が出てるんじゃないかなとは思いますけど、小池さんだと2005年の郵政解散の小泉さん、あるいは2012年の安倍さんの時みたいに勝ちしすぎるんじゃないですか。勝ちすぎるでしょうね。だから立憲がまた 50切っちゃうとか、だから小池さんがもし来ちゃったら、もう自民党400議席とか、まあ、まあ、400までいくか、まあ、そこまではいかないですけど、とにかく初物が好きなので、初の女性総理とかっていうところになれば、
もう全然っていうかもう自民党の議員からしたら別に小池さん好き嫌いとかどうでもよくてもういないんですよね、うん、いわゆる多くの人が前あの選挙に勝てる安倍前総理に戻ってほしい、でも安倍総理自身が前総理自身が、まあ、桜を見る会での検査審査会での再捜査が決まっているという状況もあってそれが無理だと、うん、で、じゃあ誰がってなった時にどう考えても小池百合子さんのラインっていうのは政治を知ってる人からすればもう一番シンプルなわけで、小池さんもね、これはもういやもう東京都だけでやってたらダメなんですとコロナ対策はと、うん、もう東京国政に行って全体をまとめないとダメなんですと言えば別にもう東京都の知事を辞めることについてもあの途中で、ね、辞めるんじゃなくて上に目指すだけなんで、これはもう当然理解を得られるでしょうし、自民党の中で小池さんの総裁選に反対する人なんていうのは、まあ、選挙ごとみんな考えるわけで、自分が当選できる余裕のある人でも自分の部下たちも一緒に当選させないと思うのかし、まあそれはあの当然のことなので、で二階さんからすれば例の河合案里さんの問題も表に出さないという、まあ、小池さん自身がもともとご存じの通りもう自分のいろんなものを隠し続けた人たちなので、まあ、人なのでね、だからそういう都合の悪いものはちゃんと隠してくれる都合のいい総裁候補、総理大臣候補ということで、まあ、もう小池さんとの話がひょっとしたら、うん、まあ、もうすでにできているのかもしれません。僕はもう間違いなくっていうか、小池百合子さんがあの自民党の総裁選に出るっていうパターンで落ち着くんじゃないかなとは思ってます。私が一つ意見、小池さんとがないと思うとしたら、はっきり野党が弱すぎて、もう自民党総裁、菅さん以外だったら誰でも勝てちゃうじゃないですか。その線はもう全然その通りなんですよね、うん。だからその通りなんですけど、下手して岸田さんに負けると大きな大問題で、まあ、そういう意味ではどうなんだろう、もうやっぱ圧倒的なそこにいるわけですからね、うん、もう思いっきり有力な駒がいるわけですから、選挙にめちゃくちゃ勝てるとかギリギリ勝てるなんていうのはこの時期思ってないですね。もうめちゃくちゃ勝ったらいいわけですよ。だから自民党としたら小池さんに打診っていうのは十分というか、全然それはあのお互い願ったり叶ったりで、小池さんもちょっと体調が悪いって説も流れてるので、これ最後だと思うんですよね。だから小池さんが僕は、まあ、東京9区も未だ自民党決めてないですよね。だから全然そのラインっていうのはあの皆さん永遠何言ってるのって思う人多いかも分かりませんけど、少なくともそんな話は絶対されてると思います、ね。うん、まあ、小池さんとしてはもう最後だから、それは当然小池さんは仕掛けてくるでしょうね。それで、まあ、野党がオフデコでもオンデコでも、もう菅さんなら政権交代できるで、菅さん頼みだったのが、今日崩れちゃって、まあ強気のコメントしてますよ。じゃあ、枝野さんの読み上げますよ。はい、甚だ怒りを持って受け止めている。首相も無責任だし、こうした状況を作り上げた自民党に、もはや政権を運営する資格はないと言わざるを得ないと。まあ他の党も同じかってことですけども。もう今日だけって感じがしますけど、ね、本音と建前じゃないですか。それが国民がその政治家を嫌がるところなんですよね。もっとあっちゃー安倍さん、あ菅さん辞めちゃったもう菅さんなら勝てると思ってたのに誰になるんだろう、でも立憲民主党は頑張りますとかって言えばね、うん、ものすごいみんなニュースで取り上げられるわけですよ、うん、あっちゃーとか言ってるの、うん、まあ、総理大臣になり損ねるかなとか、そこが違う言葉が出てくるのが、その政治をやらない人からすると弱いからってなるわけですよ。もう枝野さんなんかもうこうやって頭抱えて、ああ菅さんだったら勝てるとか思ってたのにな、誰になるんだろう、小池さんだけやめてほしいなみたいなこと言えばね、それはそれで親近感も出るし、あの注目を集めると思うんですけど、まあ反応したようなコメントをするっていうのがこれまでのその野党の人たちだから、まあそういう意味ではさっき浜田君言って東京新聞も呼んでくれるんでしょうけど、ね、うん、うち東京新聞呼んでくれないぐらいなんで、でもあの僕の著書で書いてある政権を取るっていうのはあの本当に両方辟易してるんですよ、うん、
本音と建前を使い分ける政治家に、うん、から今回は僕は小池さんがなると思うし、あのその後の政権っていうのはもう一気に小池さんが長く続くとは思ってないですよね。そういう本音を言っちゃうとこがオンデコで立花さんらしいなっていやだってそうですよね、ダムさんも内心はもう縛ったですよね。そうですよね、ちょっとだから追い詰めすぎたっていうのが、うん、やっぱりあのまま生殺し状態で菅さんでやっぱりいけるような、うん、あの環境を作れなかったのはちょっとまあ、やりすぎたんでしょうね、うん、だから結局菅さんが毎日新聞が何日か前に10時23分、まあ、菅さんが、総裁選延期解散説を、記者の方高橋凛さんという女性の方でしたが、まあ、それ1日で、まあ、安倍さんとかあと新次郎さんが反対して菅さんによる解散が潰されちゃったって、まあ、結局もう追い詰められた感じで、先ほど述べたようにも菅さん何言ってるのか分かんないコメントしか言えないっていうちょっとかわいそうな気がしちゃいますけどね。もう辞める人ってやっぱりかわいそうですよね、うん、それはそう思いますけどね。まあでも安倍さんの復帰説っていうか、安倍さんも相当今力、うん、まあ、ちょうど1年前にね、僕安倍さんも体が悪いからって言って、僕も半分涙しながらお疲れ様でしたって言ったの完全に返してくれと思ってるんですけど明らかにあれは捜査、やっぱ後で調べたら、あの検査入院という名前の検察の捜査、事情聴取を受けてたっていうのも明らかなんで、うん、まあね、その辺も正直に言えばいいのになと思うんですけど、うん、いやいや、本当にみんな、こう、隠し事というか、好きだなと思いますけどね。だから私はもう昨日の、朝5時30分の時点で岸田優勢って書いた、まあ、根拠が、何でしたっけ、岸田さん優勢か、まあ、加藤の乱の時が象徴的で、菅さんは加藤さんについて、あの時。で、岸田さんは、野中秀夫さんの意を受けて、加藤派を分裂させて堀内派を作った時の中心メンバー、若手メンバーで、だから岸田さんって何か政局弱そうだけども結構実直そうに見えて、勝ち馬に乗りたがる人だなという、それが一つの根拠でしたね、うん、まあ昨日の段階での岸田陣営はもうめちゃくちゃ張り切ってましたよ、ね、もう取れるぞみたいな、そうそうそう、昨日の段階でも岸田さんがもう総裁選勝てるみたいなぐらいの勢いはあったので、うん、まあ、実際菅さんも昨日のその勢いあたりで押されて辞めちゃったんだろうなとは思いますね。だって8月31日に菅陣営の方から岸田さんに幹事長にするから今回は待って総裁選延期で総選挙って振って、岸田さんがテレビで幹事長受けないってもう明確なノーを言っちゃいましたからね。だからまあ今回のこの 総選挙までの本当に一はプロローグに過ぎなくて、当然菅さんと岸田さんが戦ったら岸田さんが勝つっていうのは、うん、すぐ分かることですよね、うん、でそうすると岸田さんがそこまま調子乗っていけるのかっていうと、当然逆に強くなりすぎてるから、うん、こっちを変えればいいっていう話に誰しもがなるわけで、うん、まあ、こっちを変える今方法に成功した、こっちの陣営がね成功したので、じゃあ次誰を持ってくるかっていうことなんで、当然岸田さんに勝てる人を持ってくるわけですから、まあ、岸田さんが別に強いわけじゃないので、まあそういう意味では新しい総裁は新しくも、まあ、出る人っていうのがあると思いますけどね。だからまあ菅さんの失敗は麻生さんと末期が一緒だったのに、麻生さんは自分で解散打てたけども、菅さんは結局解散安倍さんとかに言われて思いとどまるように言われちゃったのが、もう多分面、あそこが面尽きたんでしょうね。だから毎日にそれすっぱ抜かれたことが全ての原因で、あれだからあれは飛ばし記事じゃなくて、うん、あれを書いたから解散しませんっていうのがあったんで、そうそう、あれはもう全然飛ばしても何でもない、そうそうそう、なんかちょっといろんな人があれは毎日新聞の、うん、その勇み足だとか言ってますけど、あれを書いたから
解散しないと言い出したっていうことですからね。そうです、その通り。だから各社も私も含めてちょっと先行報道で訂正報道をせざるを得なかったですけど、毎日がデスクープしたが安倍さんとか、若手で言えば新次郎とかが思いとどまるように説得をかけていったわけですから。そうですよね。だからあれをもし解散をして総裁選を先送りするなんてなったら、もうそれこそ自民党もボロ負けになるから、それは、でもそれすら周りの人たちが、菅さんの周りの人たちは進言できなかったのかっていう状況ですよね。だからもっとね、今更ですけど YouTube 使ってやればよかったんですけどね、もう最後ギリギリでもやったらよかったと思うんですけどね、本音の部分が聞きたいと思うんで、菅さんが森友学園の裏側を喋りますとか、桜の会の僕が知ってる情報を喋りますって YouTube で喋り出せば、国民は見るわけですよね。そんなことがあったのかと。で、ぜひともちょっとこれを改善したいからもう一度総理やらせてください、やりたいですって言えばケアっていくわけですよね。それが YouTube ってメディアなんですけど、まあもうそういうことじゃなくて姑息に総裁選を策略しようとした時点で、もうそこでやっぱり詰んだということですね。このままですよね。やっぱだから麻生さんみたいなふてぶてしさもなかったし、だって総理が解散したら強いわけですから、あの時毎日が報道してそのまま勢いに乗って解散しちゃえばよかったわけですからね。まあ、だって麻生太郎が都議選負けて、負けて、もう自民党負けそうなの分かってて、引きずりを出される前に解散に打って出たら、麻生おろしも止まったわけなんで、解散も打っちゃえば、もう菅おろしなんて止まってたわけですからね。まあだから、それを、まあ、ただ、その自分の身内相当血を浴びることになるわけですよね。いわゆる選挙で相当の人が落選しちゃうわけですから、そうすると、その先も、いろんな人にやっぱ恨まれるっていうのはやっぱ嫌だったんだとは思いますけどね。だから、じゃあ麻生さんみたいなふてぶてしさがなかったいい人ってことなんでしょうかね。いや、その片方はね、もう生まれながらのその、ね、政治家の中のちょっと我々とは全然環境が違う、ね、麻生さんなんかもそういう生まれながらにして政治家とかその経済界のね、もう戦前から続くところと、一方でやっぱり庶民で育ってきてる人からすると、やっぱり庶民の気持ち、いわゆる自分と一緒にやってくれた人が被害を受けるっていうのは、やっぱりまずいっていうのは、まあ、ある意味当然じゃ当然だとは思うんですけどね。そんなの知るかいって思える人とね、周りの庶民、自分の協力してた庶民が傷つくことを知るかい、そんなもんって思える麻生さんと、まあ、菅さんはそういうところは普通に優しい人なんじゃないですか。世間的に、一般でいう優しい人。で、最後、全部ぶちまけちゃうって言って、切れて解散しちゃったら逆に面白いから、菅さんに風が立ちなさまったり。解散をするかどうかっていうよりも、やっぱり、菅さんの知ってることを喋ってほしいわけです。だから、赤木俊夫さんですよね、その森友問題で自殺された赤木俊夫さんの赤木ファイルの存在とかね。どういう形で須田川さんがどういうことで国会代理答弁をしたのかとか知りたいわけですよ、国民の多くは。で、菅さんが直接の1億5000万円もそうですけどね、河合さんも菅さん自身が主犯ではないと僕は思ってるんですよ。彼は官房長官として見てるからかなりその主犯じゃなくて情報は持ってると思うんですよね。だその情報を出してでしまえば自分にはそんなに返りちゃ来ない中自民党の改革ができるみたいなことは言えると思うんですけど、まあでもそれを言わないということが菅さんのところにも相当の返りちが来て危ないからものすごく墓場に持っていこうとしているような気もしますけどね。逆転の方法はいっぱいあったと思いますけど、まあ、残念ながら菅さんはそれを選ばず辞めると。もう一番泣いてるのは民主党の、立憲民主党の人たち。もう野党全員だから C さんも多分規制を上げてますけど。だけど C さんの場合本気の可能性があるんで、枝野さんは違いますけど。まあ、それ野党側としたらもう取れる票がね、取れなくなっちゃったっていうのは、本当あると思います、そこに対してね。じゃあ、ここがご質問ありがたいです。